オリンピックに出場したいという強い気持ちが今回の問題を引き起こしたのではとの見方を示しつつも何のためにスポーツをしているのか今一度考え直す必要があると厳しく指摘しましたまた選手らへの反ドーピング教育と指導を徹底する考えを示しました